おい、勝手に俺の車に乗るなって言っただろ。雨だったからリクを部活に送るのに使っただけよ。勝手に使うなよ。誰が乗っていいって言ったんだよ。なんで買い替えた途端に使えなくなるのよ。日曜日に納車したばっかだぞ。今度のは俺だけの車だ。じゃあリクの送迎は？お母さんの病院の送迎もあるのよ。それに買い物だってあるし。バスがあるだろ。ばあさんもバスで行かせろ。買い物は日曜に連れてってやればいい。バスなんて1時間に1本しかないのよ。お母さんだって膝悪いのに。じゃあ歩いて帰らせろ。ばあさんはタクシーでも使わせとけ。いくら男の子だからってろくに街灯もない田舎道で田んぼに落ちて怪我でもしたらどうすんの。タクシー代だってバカにならないわよ。懐中電灯でも持たせとけ。そんな、男の子ったって中学生よ。心配じゃないの？お前が甘やかすからいけないんだ。車は今まで通り借ります。じゃないと日常生活が送れません。狭い道は通らないからぶつけません。ご心配なく。明日車が届くから家にいろ。え？車？安い軽自動車買ってきた。お前はそれを使え。軽自動車でも全然いいけど、そこまで新車に乗らせたくないの？俺が使うから無理なんだよ。そんなに何の用事があるのよ。同業の集まりがあるんだ。だいたいこんな田舎でさ、いくら自営業とは言っても零細なのに？あんな高級会社買う余裕あった？俺の夢だったんだよ。お前がとやかく言うことじゃない。2台ももったいないわ。お前が乗るよりマシだ。とにかく明日からそれ使え。みゆき。はいはい。昨日俺の車触っただろ。えらく神経質ね。ついでに洗車してあげただけじゃない。勝手に触るな。乗るなとは言われたけど、触るなとは言われてないわ。へりくつこねるな。大事な車みたいだから綺麗にしておいてあげたのよ。お礼言われると思ってたのに、まさか怒られるなんてね。とにかくあの車は俺の城なんだ。二度と勝手に触るなよ。そんなことよりさ、こんなど田舎でよくも堂々と浮気なんてできたもんね。なんだよいきなり。助手席に長い髪の毛が落ちてたからおかしいなとは思ってたけど、まさか女性の家に通ってるとはね。適当なこと言うな。ナビの履歴やドラレコ映像を見られたくなかったのね。まあ、あの嫌がり方は異常だったから、なんか怪しいとピンときたけど。見たのか。髪の毛発見しなきゃ見なかったけどさ、女の勘舐めちゃダメだよ。女なんていない。あれは同業者の人だ。同業者の人と抱き合うことがオタクの業界の挨拶ですか？そんなものまで見たのか。だいたいなんで使い方がわかるんだよ。私、取説なしで家電とか行けるタイプなんで。浮気の一つや二つ、長く夫婦やってたらあるだろ。はい？どこの夫婦だってそれくらいのことあるだろ。嫁が許してうまくいってるんだよ。だから見なかったことにしろ。どこのお嫁さんが許してるのよ。うるさい。細かいことでグダグダ言うな。ほんとつまんない女だな。はい、はい、はいはい。なんだよ。アホか。は？アホか言うとんの。誰に向かって言ってるんだ。あんたや。やめろ。なんで LINE で関西弁なんだよ。あんたの大嫌いな関西弁やで。どや、気持ち悪いやろ。儲かりまっか、ぼちぼちでんな。ふざけるな。こんなど田舎に嫁いでめんどくさい姑と同居させられて、関西弁も封印させられて、15年も耐えてきたけどもう無理やわ。無理ってどういうことだ。離婚や。離婚。離婚だと？ふざけんな。近所になんて思われると思ってんだ。知らん。1日おらんかっただけでどこ行っとったんって聞かれるような田舎やもんな。3日くらいで大騒ぎになるわな。あそこの嫁がおらん言うて大捜索始まるんと違う？お前みたいな専業主婦がどうやって生きていくんだ。リクはどうするんだ。来年は高校だし金かかるだろ。父親やろ。金くらいだし。
志望校だって決めてるだろ。今さら引っ越しとかかわいそうじゃないか。ごねるな。浮気相手と再婚でもしたらええやろ。再婚なんかしない。あちらさんも既婚者やもんな。そこまで調べたのか。あの車屋さんの奥さんやろ。軽自動車買うたとこやんな。大丈夫な。お前絶対誰にも言うなよ。別居中やけどまだ離婚はしてないらしいな。小さいアパート借りて住んどるんやろ。田舎の情報もちょろいな。とにかく離婚はしない。大体お前が出て行ったらばあさんの面倒は誰が見るんだよ。膝が悪くて何もできないんだぞ。知らんわ。あんたの母ちゃんやろ。俺は仕事がある。昼間に病院に連れてったり飯の準備したりできるわけないだろ。知らん。冷たいな。今まで曲がりなりにも家族やってきたのに簡単に捨てるんだな。出よった。人を悪者にして自分の責任はどっか置いて。特技やんな。離婚してどこ行くんだ。京都帰るわ。お兄ちゃんのお店手伝うし何の心配もいらんわ。俺とばあさん置いていくのか。あんたには浮気相手がおるやろ。お母さんには梅沢富美男がいてる。録画見ながら一日中俳句考えてはるわ。お前も知ってる通り相手は別居中だし、うちの家に入ることなんてありえない。家のことは誰がやるんだよ。は？掃除に洗濯、飯、庭の草むしり、町内の行事に観光総裁の手伝い、お前しかいないだろ。はあ？人のことなんやと思とんの？まるで家政婦が消えて困るみたいな言い方やな。やってることは家政婦みたいなもんだろ。主婦なんてみんなそうだろ。あかんわ。あんたの男尊女卑に麻痺しとって私が悪いな。今回目が覚めて改めてそれ聞いたら、やっぱあんた頭おかしいわ。何がおかしいんだ。女と男の役割が違うって話だろうが。残されたもののことを考えず自分の仕事を放棄するなって言ってるんだ。じゃあ妻に先立たれた男はどうすんの。そうなれば仕方ないだろ。残されたものでやっていくしか。おめでとうございます。正解です。残されたものでやってください。それとこれを一緒にするな。私はもう天に召されたと思ってください。たった一度の浮気でこの仕打ちか。たった一度。嘘やんな。なんだよ。何度かあったな。これで多分3人目やな。スリーアウトやな。知ってたのか。だから女を舐めるなって。バレんと思って調子乗ってたんな。既婚者に手出すとは思わんかったけど。頼む、考え直してくれ。何を。離婚だよ。ああごめん、今慰謝料のこと考えてたわ。相手の女にも請求せなあかんな。慰謝料なんの。あんた知らんの。夫婦やってて浮気したら金払うんやで。知ってるけど、まさか俺に請求するのか。あんたと女の両方やんな。なんでだよ。散々お前らの世話してやったのに。は？世話？何年ただ飯食ってきたんだ。ただ飯。俺の稼いだ金で飯食えてるんだろうが。こいつマジで言うとんの？これはあかん。頭いかれてるから入院や。え、先生、バカにつける薬はないんですか？ほな、いいです。清水寺にぶら下げときます。てなくらいおかしなこと言うてんで。ふざけるな。あんた家族が食べるご飯をただ飯食いやがってって思っとった？俺の金だろうが。よく聞き、いや、LINE やからよく見。どっちでもええか。関西弁やめろ。あんたがかこ焼き買うたとしようか。お金はちゃんと払ったのに、お店の人がありがとうも言わずにただでたこ焼き食いやがってって言うてきたらどう思う。こっちは金払ってんだ。そんなこと言われる筋合いはない。あんたが言うてることはそのたこ焼き屋と同じやけど、私は家事や地域との付き合い、学校の行事、猫の手も借りたいくらいやることがあった。ただ飯と言われるそれを作ってたのも私。やることやっとんの。そんな極端な例え話くだらん。というか労働の対価もおかしいけどな。あんたには家族を養う義務がある。専業主婦の仕事なんかたかが知れてる。偉そうに言うな。全国の主婦敵に回したな。明日あんたの車大根おろしで覆われてるで。
主婦を敵に回すと大根おろされるで。あれ雪かな思ったら大根やねんな。もっと怒らせたらもみじおろしや。怖いな。くだらないこと言ってないで、とりあえず後で話そう。話すとしたらお金の話だけやな。もういいだろ、目いっぱい怒っただろ。もう気持ち悪いわ。ほんまは顔も見たないけど、しばらくはただ飯食わさせてもらいます。車屋には言わないでくれないか。仕事上の付き合いもあるし。ごめん、もう言うてもうたわ。は？さっき保険の件で電話があって、ついでに。おいおい、冗談だろ。弁護士にも頼んだから、転校の手続き終わったら出ていくわ。もう弁護士に？200万くらいはもらえるんかな。あ、車屋さんにも払わなあかんから、あんたの出費は400万くらいか。そんな金ない。あるやろ。ない。車売ったらええやん。冗談じゃない。まだほとんど乗ってないし、人気の車種やし。いけるいける、勇気出して。勘弁してくれ、車だけはダメだ。どうやってお金作るかは自由やけど、手放すことになるんと違う？だって会社のお金ほとんどないもんな。だからなんでお前が知ってるんだよ。経理のこと仲良くしとったから。知らんかったん？山田さんともつながってたのか。とにかく地の果てまで追いかけ回してでも、慰謝料と養育費は回収するから、どうか車だけは。というか妻と息子より車なんね。さすがやね。それでこそ私の嫌いなあんたや。いや、そういう意味じゃなくて。そんな寂しいなら今日は車抱いて寝たら。今夜は気温2度くらいしかないから凍えんで。あんたが。頼むからもう勘弁してくれ。今から大根を大量におろさなあかんから忙しいの。そろそろ車屋さんから電話あると思うわ。車ボコボコにされてき。私は早々と家を出て実家に戻ることにし、息子は文句を言わずについてきてくれました。夫は結局車を売り、慰謝料を払ってくれたのですが、車屋さんがかなり怒ってしまって、噂が広がり村八分のような状態で暮らしているようです。車屋さん夫婦も離婚して、元嫁は実家に帰ったとか。会社の規模もかなり縮小して、年老いた母親の面倒を見ながら大変な毎日を送っているそうです。たまに実家に電話がありますが、母に娘はもうこの世にはいませんと言ってもらっています。最後まで見てくれてありがとうございました。動画を良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。